あらかじめ商品に付属の施工チェックシートを完成させておきます。計測ユニット MKN73318 の同梱品です。計測ユニット MKN73301 の同梱品です。事前にコンパクト21のブレーカーを遮断します。計測ユニットの設置位置を決めて印をつけます。本体ベースの配線孔に合わせて壁に穴を開けます。開けた上の穴から電源線とアース線をコンパクト21内へ引き込みます。特定 CT 中継ケーブルと主幹 CT ケーブルは開けた下の穴からコンパクト21内へ引き込みます。分岐ブレーカーの空きスペースに計測電源用ブレーカーを設置します。計測電源用ブレーカーに電源線を接続します。アース線をコンパクト21のアース端子に接続します。続いて計測ユニット本体を壁に固定します。主幹 CT ケーブルと特定 CT 中継ケーブルは計測ユニット下部の穴から引き込みます。電源線とアース線は上部右穴から引き込みます。計測ユニット本体をネジ止めします。計測ユニット本体の電源端子に電源線とアース線を上から赤、白、黒、緑の順に接続します。計測ユニットの主幹 CT コネクタと特定 CT コネクタにそれぞれ CT ケーブルを接続します。これで電源施工の完了です。 SHN 型単三分岐ブレーカーを使用する場合、上段回路と下段回路で電線の順番が異なりますので配線にご注意ください。上段の場合は左から黒、赤、白の順で接続します。下段の場合は左から白、黒、赤の順に接続してください。ニュートラルスイッチは通電前に必ずオンにしてください。ニュートラルスイッチがオフのまま通電すると計測ユニットの故障の原因となります。